皆さんこんにちは。森口でございます。日本株速報、今日もよろしくお願いいたします。今日は9月の27日、金曜日、お題がこちら。石橋 VS 高市市決選投票結果速報ということで、まあ、チャート見ればなんとなく速報の結果わかると思うんですけども、高市市が第1回 1回目の投票では1位だったというふうに伝わっていたんですが決戦投票では石橋が勝ったというところまで僕も確認していますでこの後ドル円とか先物とか見ながらですね最終的にチャートの分析まで続けていきたいと思ってますのでよろしくお願いします個別銘柄ではレーザーテック三菱重工業三菱 UFJ 商船三井アストロスケールホールディングスを見てチャートの分析最後ドル円も見ていきましょうねということでこのチャンネルではこういった形で終わったばかりの日本株の振り返りを毎営業日夕方5時で入れていきます 必ず毎営業日やっておりますのでぜひほぼ日日本株速報チャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いしますそれでは早速今日の振り返りを見ていきましょうまず今日の日本株なんですけども日経平均株価903円のプラスで高値引けをしております、えー、昨日1000円以上上げて今日900円以上上げてそして5番、えー、高市氏が1位で決選投票に移ったと高市氏有利だというふうに伝わって株価が上がってドル円が 円安に触れていたように思ったんですけどもひとまず為替の反応だけは見ているんですが石橋に決定した結果どう動いたのかこの後見ていきたいなというふうに思っております。その他トピックススやグロース250指数に関しましまても 5上げ幅を拡大したりトピックスはプラス転換して終えていて日経平均で見て71銘柄東証全体で見ても値下がり銘柄数のが多い中で主力株中心に大幅上昇して指数を押し上げていたという状況でございます業種別ランキングを見ていただいてもですね精密機器機械といったあと電気機器といったような半導体セクターとか値傘株とかウェイトの高い銘柄が引き上げているってことが分かるんですがやはり業種別でも半分 分ぐらい中でも銀行がね。値下がりが強かったということになってます。もしかしたらこの辺の巻き戻しが非常に大きく。 来週以降起こるかもしれませんねちなみに投資主体別売買動向引け後に発表になっておりますが、まあ、もはやこれを見てもっていう感じはするんですけども海外投資家9月20日までの週で5222億円の売り越しこの週は個人も売り越し信託銀行も売り越しでも3.12%も上がっていたという形にはなっておりますが 足元でのこの上昇っていうのはおそらく外国人投資家なのかなというところで、しっかりと来週の結果、再来週ですよね、見ていく必要があるのかなと思っています。そして現時点ですね、僕が分かっているところでいきますと、高市市ではなく石橋が 決戦投票で当選したということになっていて、直前まで146円台の半ばぐらいまで来ていたっていうところから、一気に143円ぐらいまでね、触れてしまったっていったところです。また日経金先物も,も発表直前39,900円とか、もう4万円届くかっていったところだったんですが、現在38,500円ということになってますので、1,000円以上の下落ということになっています。売買代金ランキングを見ていきましょう。今日のトップはレーザーテックで8.19%。チャートの形状確認 していきま,すまた三菱重工業、ここもちょっと注目してみました、これはまどちらの総裁になったとはいえ、防衛費の、ね、拡大とかはあるとは思いますので、ですが、来週どう動くのか注目ですよね、チャートの形状を確認していきたいというふうに思っております、その他やはり半導体銘柄の躍進が目立つなという印象ですよね。 こちらがグロースの売買代金ランキングで QPS とアストロスケールがトップ2と並びました QPS 昨日見ていますので、まあ、それでもすごい強いんですけどアストロスケール宇宙関連株ということで最後にねチャートの形状確認させてくださいそれではレーザーテックから見ていきたいと思うんですが株価は8.19%の上昇ですで昨日はですねマイクロンテクノロジーの決算発表が良かった時間外で上昇しただから東京エレクトロンやディスコがよく上がっていたっていう中だったんですけども今日はですねやっぱり レーザーザテックが上が上ってるんですよね昨日、逆にレーザーテックあんまり上がらなかったので、まあ、出遅れ資金がこっちに向かってきたのかなっていう感じではあるんですけどもちょっと月曜日どうなるのかまだ分からないところですかね。レーザーテックの冷やしチャートはこのような形になっておりましてこちらもようやくですが25日、移動平均線を大きく超えてきたような形になりました。なので、まあやって とうですけども、まあ、標準といいますか25日移動平均線の上ですからね、9月9日以降で見た時には上昇トレンドの形っぽくなってきたなといったところではありますが、まあ、ファンダメンタルズに大きな全体相場の要因がありますので、 月曜日ののの反応なななんんかははすすすごく気になるところでででよねね現在のレザーテックの PR は32倍倍倍信用倍率で倍なんです、ね、だいぶ、こう、需給の重たさみたいなのは緩和されてきたようには思いますし、PR も安いというふうには思うんですけども、どうでしょうね、今回の材料を消化した上での週明けの動き方、しっかりと見ておきたいなというふうに思いますし、あとは今回の動きを見てでの外国市場の動きも注目してみたいなというふうに思いますね。続いて、三菱重工業を見ていきましょう。 株が4.88%の上昇となっておりますで、ここにも新しい追加のニュースという感じではないですかね、一応、債権放棄のお知らせっていうのは、今日の3時に出てますので、 今日のザラ場の動きではないですよねですからまあ総裁選を睨んでの動き全体相場の上昇についていった形リスクオンに乗っかってきた形なのかなというふうには思っておりますはい、三菱重工業の冷やしチャートはこのような形で昨日の時点で7月4日の高値とか9月の高値も超えていたと思うんですが今日さらにその上に来たということですね完全にこの総裁選の流れにも乗っかってきたという形ではあると思いますがただ他の銘柄とはちょっとだけ違い ううような感じはするんです,よ、ね、ですから、まあ、巻き戻しの対象になるかどうかっていうのをねしっかりと注目して見ていく必要はあるかなというふうには思いますただ今回の上昇で明らかにちょっと下の PR 見ていただきたいんですが32.1倍30倍を超えてきているので とと高いいいいいかかかなななってううう印象象はははありりまますすすよねねだからまあ調整の対ににやふ思います、ね、その他信用倍率が7.44倍ということですから信用改ざんは多いことも事実かなというふうに思います続いて三菱 UFJ を見ていきたいと思うんですが週明けこの銀行株の動きも注目できると思います今日は2.06%の下落業種別で見ても銀行業は大きく下げていましたよね三井住友フィナンシャルグループ三菱 UFJ とかメガバンクなんですが今回麻生市 氏が高市さなえさんの 支持をする表明を固めたということで高市さんが当選する可能性が高いんじゃないかっていうところから値上げの期待感が薄まり銀行株が売られていたんですけども結果としては石破さんになったわけですから石破さんになったらばどちらかというと円高方向に進むそして金利は上昇しやすくなる銀行株は上がりやすくなるっていう風にも書いてある記事ありましたので今日売られているその巻き戻しの対象明らかに銀行株になると思うんですね月曜日の銀行株の動きしっかりと 見てておおきたいいなという,ふうに思っております三菱 USJ の冷やしチャートはこのような形になっております現在でも25日移動平均線下回っている今日の動きでは5日線も下回っている今日の終わり方だけすれば非常にネガティブだというふうに思うんですが環境はガラッと変わった可能性がありますよね月曜日どこまで行くかっていうところで考えますと9月3日の高値この辺を超えてくるかどうか来週の動きしっかりと注目して見ていきたいなというふうに思いますし石破さんが掲げてくる政策に対して日本株全体がどんな な風にね動いていくのかって本当に注目ですよね現在の PR は11.3倍配当利回りが株価が落ち着いていたので3.45%信用倍率かなり高いので戻り寄りこなしながらになると思うんですがまあ、こういった人たちが報われる瞬間が来るのかなっていう感じはしていますけどもどこまで上がるんでしょうかねまあ、その辺は注目して週明けしっかりと見ていきたいなという風に思いますし、まあ、PTS 市場でも若干はプラスに触れてるかなといった感じでございます続いて商船三井見ていきたいと思います株価は1.15% とのマイナスでこれなぜ取り上げていたかっていうと時価総額1兆円以上の大型株において 今日が配当落ち日なんですけども、中間配当で見る配当利回りが一番高い大型株だったんですよね。なんで、まあ、この下落率っていうのを比べてみたかった。で、僕が調べた時多分2営業日前ぐらいのところで3%ぐらいだったんですよ。配当利回り、中間配当だけで見た時にね。年間配当利回りで見たら5.53%なんですけど、中間配当9月末で配当実施された時に、その時株価で持ってたら3%ぐらいだったので、まあ、3%ぐらい株価が 下がってもおかしくはないということだったんですけどもただ初めでだけを見るならばおそらく3%近く3%以上下がっていたかもしれないんですが陽線をつけてますよね 結構底堅く動いた結果1.15%ということになっているので、海運ね、なんか違った見方ができるのかなというふうに思います。たった、まあ今回の巻き戻しの内容についてどんな感じになるのかなというのはね、ハイテク株なわけではないし、そこはしっかりと海運株なんかは見られるのかなというふうには思っておりますが、どうでしょうか。商船三井の PR は5.5倍ですね。今日から注意していただきたいのは、配当利回りの中で中間配当分除いた 飛沫配当ですよね。こっちの利回り計算っていうのをやっていく必要があるんじゃないかなというふうに思いますで、商船三井の場合には中間配当と期末配当が違う金額だったので、まあ、特に配当利回りの目安っていうのをね、ちょっと混乱しがちになるかなと思いますそこは注意して見ていただければと思います最後にアストロスケールホールディングス見ていきたいと思うんですが特にね、こっちも材料を確認できるものはないように思っていますが、まあ、テクニカルのニュースで6月6日以来の1300円を回復というふうになっていますで、この銘柄はですね初値ががいたのが6 6月の5日だったんですねで6月の6日というのがその翌営業日ということになってるんですよねその日以来の株価水準をつけたということですからまあ上場来ザラバの高値1581円という値があるのでそこまでは届いてないんですけども、まあ、上場来高値にかなり近いところまで戻してきたということになっておりますなんでね昨日の QPS 研究所もそうですが QPS アストロスケール今日アイスペースなんかもね多少上がっていましたけども宇宙関連に急激にこうやってお金が 流れてきたのかっていうのをちょっと とわからないんですよねなんか理由知ってる方いたらぜひ教えていただきたいんですがまあ、これも高い市市場の影響を受けるのかどうなのかっていうのがまだ何ともよよわからないんですねですからここも含めてですねどんな動きになるのかっていうのをちょっと週明けねしっかりと見ていきたいと思いますはいでは日経平均株価冷やしたと見ていきたいと思うんですけども昨日が1000円以上上げて今日900円以上上げているということでまた昨日今日共に高値引きをしているということですからこのカンマ約2000円以上上げてきたっていうことですよねその巻き戻し と考えますと、まあ、1000円ぐらいは下がっても間違いなくおかしくないかなといった形ですでどこまで下がるかっていうのが注目なんですけども、えー、下落の目安としましては転換線で見ると今3万7829円また、えっと、月曜日上がってくると思いますもうちょっと上になるかなというふうふに思いますけどもね基準線だと3万7538円ということになっていて、まあ、だいぶ上がった分ですねサポートの目安もだいぶ下にあるので食 悔やすすすいいとか売りりサインががぐ出るるっっててううう感じででででもなさそそははああんですが慎重にやっぱ見ていく必要はありそうですねトピックス見ていきましょうトピックスも2日連続要請をつけて高値付近で引けていてということになりますので多少は下落する要因になるかもしれませんけどもただトピックスの方が下落率はおそらく限定的になるんじゃないかなっていうふうに思うのが銀行株の上昇が期待される銀行株というのは時価総額がとても大きくトピックスというのは時価総額の過重平均で二経金株価 株価の平均ですので、まあ、それを考えたときに指数ウェイト低い銀行株が上がっても日経以は上がらないんですが 銀行株が上がるとトピックスは上昇気温もうちょっと大きくなるのででも銘柄数が多い分影響力ちっちゃいんですけど、まあ、その分は緩和されるのかなというふうには思いますがどんな感じで動くのかしっかりと見ていきたいと思いますそしてグロース250指数ですね今日2.13%の上昇で高値更新はしていないんですけども、まあ、かなりいいところまでは来ているということになりますただ、まあ、ちょっと金融引き締め側の方向といいますか利上げ側の方向の主張になったということで若干 やっぱ株価にとってはネガティブなんじゃないかなっていうふうには思うんですが週明けどのように動くのかしっかりとチェックしていきたいなというふうに思いますで、まさかのちょうど変化日っていう感じになってますねニューヨークダウを見ていきましょうこっちはやっぱり総裁生のトレードというよりは アメリカの事情で動いいいてるとううふうに思います今夜 PC デフレターがあり、来週は ISM 製造業や雇用統計もありますので、まあ、そこを見る必要はあるんだろうなというふうには思っております。ニューヨークダウでちょうど、まあ、このセンターライン、点線の部分ですね、に差し掛かるかどうかといったところになっていますが、まあ、未だ高値圏にいるということは事実です。S&P500 は史上最高値を更新しているんですが、なんか陰線で上値が重たいなみたいな感覚は残っている感じですね。 ナスタックに関しましても直近高値を超え続進しているっていう形なんですけども、寄り付き天井の比較的大きめな陰線なんで、なんだかちょっとスッキリしないという感じになっていましたね。最後、ラッセル2000です。こっちも上昇しているにもかかわらず、陰線で転換線を割れてるっていうのが、なんかやっぱまだ気持ち悪いなっていう感じですよね。やはり重要な経済指標を超えてみないとっていうところや、首相が決まったっていうところも含めて、奴隷の動きや、 金利の動きまた変わってくる可能性はありますのでしっかりと見ていきたいなという,ふうに思います最後にドル円チャート見ておきたいと思うんですけど現在の値は143円の67銭ということになっています これを5分足に切り替えてみますと、ちょうど決選投票が発表になったのは15時20分でした。本当にオンタイムでね、事前の定刻通りに発表されてきたなというところではあるんですが、まあ、発表直前ぐらいからもずーっとぐわっといってましたからね、まあ、ものすごい動きだったなというふうには思うんですけども、まあ、ここまで高市さんの方に寄っていって石破さんでしたからね、まあ、やっぱこういうことが起こるんだなというふうに思いますし、今後の大統領選挙もですね、やっぱり本当に結果を見るまではですね、ど に転ぶかかわらないいってうで、すで最後に日経ーキの先物見ていきたいというふうに思うんですが、まあ、CFD で1200円、1300円ぐらいですかね。まあ、やっぱ1000円以上は今日からは下がって始まりそうな反応ということになっておりますので、この辺のポートフォリオの変更とか戦略の変更とか、いろいろ動くと思うし、いろいろ考えなきゃいけないこと増えちゃったんですけども、頑張って分析していきたいと思いますので、一緒に考え ていきましょうということで今日は石橋高市氏の結果速報ということでお伝えしましたも、その速報が出るのを待ってから録音始めて録画始めてこんな形になってね 結構やっぱ衝撃的でしたね、まあ、高市さんだったらどうなってたのかなっていうふうに思う4万円はちょっと見てみたかったなって感じはあるんですけども、まあ、決まったものは決まったものなので石橋になった状況でのポートフォリオっていうのも自分でももう一回考え直していきたいなというふうに思っておりますそれでは今日も知らせを入れさせてください個別銘柄とことも分析するマガジンなんですが毎週金曜日更新で分析記事をアップしておりますでライフドリンクカンパニーという銘柄をリクエストを受けて分析して、まあ、上々来非常に上昇トレンド続いていたのでめちゃくちゃ注目してたんですけど ちなみに今日の東証プライムの値下がり率ランキング1位に入っていました。まだちゃんと崩れてないんで、うん、どうかなと、明日以降でちょっと注目できるのかなって個人的には思って見ているんですけども、しっかりと見ていきたいなというふうに思ってます。で、物理的内容に関しましては月額、省吾者ゃ無料のノートのメンバーシップで見ることができるので、よかったらぜひ注目してみてください。よろしくお願いします。ということで今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンと、また明日以降もこのような形で、夕方5時目標で更新をしていきます。ごめんなさい。明日は土曜日なので、 週明けの月曜日以降ですねやっていきたいと思いますのでぜひ、えー、ほぼ日日本株速報チャンネルチャンネル登録をよろしくお願いしますそれではまた来週テクニカル分析でお会いしましょうさようなら